今月の期間限定ラーメンエンタメムービーは、つけ麺文化を作り上げた名店ガンジャ店主大橋秀隆のスペシャルインタビューを大公開。世界中のつけ麺ファン必見のスペシャルインタビュー、たっぷりご覧ください。ラーメンは好きですね。つけ麺 もうラーメンあってのつけ麺だと思ってますから、つけ麺は広めて頑張ってやってきますけど、やっぱりラーメンはもうラーメンあってのつけ麺だと思います。このお店2000年につけ麺で始めてますけど、まあ、その前に川越市の別の場所で最初はラーメンだったんですよ。豚骨醤油の、はい、当時流行った神奈川とかであるような、東京でブームになったような、どうしてもやりたいってことでやってまして、うち実家が製麺所なので、麺の美味しさですね、そのものをやっぱり伝えたいなってずっと思ってまして、そうした時にやっぱつけ麺が一番麺の美味しさダイレクトに味わえるんじゃないかって思って、それでいろいろ有名なお店食べ歩いて、それで研究して、はい、つけ麺を始めました。東京のその有名なお店は有名でしたけど、まだまだやっぱりみんな知らなくて、川越ではもうほとんど誰も知らずに、はい、つけ麺って何っていうところからの始まりでしたね。スープ全部麺にかけちゃったりとか、はい、うどんなのかそばなのかとかっていうところは最初そうでしたね。もうそこはもう最初全然お客さんも来ないですし、そんなにわからないから、やっぱりなかなか簡単には食べに来てくれなかったんですけど、もうそこは絶対にもうつけ麺、麺の美味しさを伝えるっていうところがもう最初にあったので、もうそこは絶対負けずに、はい、ブレずにやっていこうって決めてたので、余ったスープも全部捨てますし、余った麺もやっぱりどうしても打ち立て出したくて、はい、もうそうですね、そういうところでしたね最初は。自分が食べて美味しいと思うものを絶対買えないでやっていけばいいんじゃないですかね。はい、僕はそう思います。まあ、うち麺やっぱり特徴あると思うんですけど、その麺がすごくもちもちしてまして、でスープはもう何度も試作してましたから、もうバランスはすごく良くて、まあレベルが高いなって思いましたね。あとは皆さん、たくさんの皆さんに食べてもらって、